オリンピック公園駅は中華、人民共和国北京市朝日区にある北京地下鉄の駅。8号線と15号線が乗り入れ、接続駅となっている。8号線のオリンピック公園駅は2005年6月8日に建築が開始され、主要な構造物は2006年9月8日に完成した。2008年7月19日に8号線の駅が開業したが、 8号線自体が北京オリンピック・パラリンピックの影響で、オリンピック村に登録されたメディア関係者、ボランティア、選手、コーチ等の関係者のみしか利用ができなかった。同年7月30日、夏季オリンピック会開式のリハーサルのため、リハーサルチケットを保持する観客にも開放された。その後のオリンピックとパラリンピックの間は、オリンピック ID 登録カードを所有するものと、 感染チケットを所有する観客にも開放されたが、2008年9月1日から10月8日までは運行を中止していた。同年10月9日に公式に一般公開された。2009年、15号線の建設計画が承認され、オリンピック公園駅が15号線と8号線の乗り換え駅となることが決定した。 15号線の駅は2011年1月に建設が開始され、2014年12月28日に開業した地下駅。8号線と15号線の駅施設は別々にあり、互いは連絡通路で結ばれている。駅真上から見ると、L 字を180度回転した形となっている。8号線は改札外が地下1階、ホーム階が地下2階となっている。 ホームは全長228.2メートル、幅24.9メートルの島式一面2線を有する。開業当初からホームドア設置。海をテーマとしたデザインとなっている。15号線は改札外が地下3階、ホーム階が地下4階となっている。ホームは全長205.5メートル、幅23.3メートルの島式一面2線を有する。 開業当初からホームドア設置。両路線ともに案内状の乗り場番号は設定されていない。2008年北京オリンピックパラリンピックの中心地として整備された街並みが広がる。ありがとうございます。